レブン島温泉は、北海道レブン群レブン町にある温泉。2008年に掘削された温泉である。海底の流域によりできた、レブン島は、火山島である利リ尻リ島と異なり輸脈はないとされ、長い間、利リ尻リは掘ってもレブンは掘るなと言われてきた。レブン島では、古くから温泉開発の可能性を検討してきていたものの、島の地質が緻密高質な白液層を、 基盤岩とし、かつ全体的には地下深部への点水の透水性が良好ではなく地下の温度上昇率が小さいと推定されており、北海道の中でも温泉開発が非常に難しい地域だったためこれまで温泉開発を断念していた。その後、島民の希望や観光客誘致のため2006年から温泉可能性調査を実施し、湯脈を掘り当てることに成功した。 朝営日帰り入浴施設、レブン島温泉薄雪の湯があるほか、島内のいくつかのホテル、旅館に温泉が供給されている。高新地区では、回数券を利用し、送迎付きで薄雪の湯への割引料金での入湯も行われている。薄雪の湯は、東北地域では数少ないかけ流し温泉施設である。命名由来は、レブン薄雪層から来ている。 レブン朝更新港から徒歩5分ほど。ありがとうございます。